今日はいつからかできたよね、はい、そうなんですよね。もうちゃんとしたポジションがすっごい頼りになったんですよ。その吉本興業入って七丁目劇場っていうちっちゃいあの劇場に出てた頃は、はい、何もかも全部亮さんが決めてたんです。あ、そうなの。全部書いて全部やってた、はい、最初引っ張ってたの亮や。そうなので俺たちはだからこういう 方向を目指していったら間違いないからっていうのも全部亮さん、うん、そうなの。すごいな。全部間違ってたんじゃん。いや俺大昔ね、はい、その論文の番組見てて、はい、衝撃を受けたことがあって、うん、亮が、はい、ちゃうだろって言うの。それ大阪弁と標準語が混じってる。新しい。新しいよ。亮見てて、亮見ててってみんなが言うから、見てたら亮すごい何か言おうとしてって言うねんけど言わないって言うから。1時間通して言おうとするんだけど言わないっていう。エアツッコミでしょ。エアツッコミやってますよ。エアツッコミ早いんだね。エアの取り入れ。だから淳も同時にいつからかツッコミ的な感じになったんですよ。だから完璧なシフトチェンジはしてないんですけど、はい、うん、ツッコミなんですかね多分今は、うん、役割は、うん、でも1年前ぐらいまででも亮さんは、うん、俺はツッコミやりたいですって言ってました。2年前まで言ってて1年前に怒られたぐらいですよね。もうあかんやろ。もう無理だろうが1年前。これが1年前。もうフリーの方が一番ええんちゃう。あんまり追い込むと本当頭ぶっ飛んじゃうんで4年前ぐらいちょっとちゃんと突っ込んでくれよみたいな話をしたことがあるんですよ。その時にあんまりにも僕が言い過ぎたんでしょうね。俺沖縄で活動したいって言ったまずい。やんできたら相方いなくなると思って沖縄まずいよ亮さん。そっから優しくできる。ないだろう、うん、逆に亮から淳なんかないの。淳はね、CM をたくさん出てるとすごく嫌っていく傾向がある。嫌ってはないよ。チェックしてるだけ。愚痴るんですよ。 CM が大好きなんです。出たいねや CM。 CM 出たいんです。ここ最近で言うと嫌だったっていうかもう愚痴ってたのが、うん、佐藤博道お兄さんが増えた時が何本出んだよ楽屋でいきなりえっても何本出んだよ。まずターゲット違うわ。全然違う。いやでもなほんまに淳はモテるやん。俺ほんでなずっと聞きたかったんや。何かがあんねん淳には絶対女性を引きつける何かが。それをね俺もなんか本書いてほしいなと思う。決してな淳ってな、はい、めちゃめちゃ男前でもないわけよ、はい、歯も出とるし。そうですね。それでもちゃんと来るやん。向こうが振り返るじゃん。優しい。優しいですよ基本。たくさん打ちますからね。打ちますからっていうか知り合うきっかけのため の、うんうん、その電話番号を渡すとか、うん、僕は全然いやらしい行為だと思ってないんですよ。おうおう、いつも書いて持っててパッて渡しました。そうなんや、はい、でもそれ渡す時恥ずかしくない。でもあこれって言ってなんすかこれ。あ、ドラゴン。そんななんないです。そんななんないです。岡村さん基本的に女の人の捉え方間違ってるんです。前から言おうと思ってましたけど。